今回はカメラとと AI のの本立てなのかなかうう思います今回特徴的なのが操作性に振ってきたというところなのかなとでその本体の横にカメラコントロールという新しいボタンをつけていますこの状態で押すとカメラが起動するとでもう一回クイッと押すと 今ズームが出てくるのでズーム切り替えられると今2回押しましたけどこれによって撮影モードの切り替えとか例えば露出を変えるとすぐにカメラを起動してで自分の撮りたいようなスタイルに変えて撮影するといったことが可能になっているというところは新しいのかなというふうに思います。 これあの基本的には昔あった指紋認証タッチ ID と同じような仕組みになっているので誤作動動で起すするととといいいうこはは基本的にないと思います若干慣れが必要というか感覚としてはあのどうです、ね、あの使いこなしていくというか何となくの感覚をマスターする必要は多少あるかなって気がします。<music> アプリ・インテリジェンスはかなり期待したいなというふうには思っています。Siri が賢くなっていくと思われるのでかなり創生がありいろいろと便利になっていくんじゃないのかなというふうに思います。カメラを使って目の周りにあるものを調べるですとかあと声で撮ったものを翻訳かけるさらにはテキストを起こしするといったことが可能になってくるのでやはり目と耳を持った iPhone と AI が組み合わさることによってできることっていうのは飛躍的に広がってくるのかなと思います。実際にに本当に 使いい勝手上がるののかななっっていうははまだ半信半信疑なところはあったりもします。あの向こうで取材してデモを見せてもらってもちゃんと動かないことも多々あったりもするのでじゃあ本当にあのねプレゼンテーションで言っていた用語な世界観が実現できるのかっていうのは実際サービス提供されてみて見ないと分かんないかなと思いますね。 去年のモデルの15 Pro、Pro Max から Apple Intelligence 対応なので Apple Intelligence を使いたいと思ったらまあ、去年のモデルもしくは iPhone 16を買わなきゃいけない状態になるのでまあ、全ては Apple Intelligence と このカメラコントロール欲しいと思うかそこにあの惹かれるかどうかが全てなのかなというふうには思いますですので別にまだしばらくいいやという人は全然今使っている iPhone のままでいいでしょうしまあ、ちょっと安くなったモデルを買ってもいいのかなというところだと思います